とうとう来たね、海洋神。バビディ。え？この小さい方が魔導士バビディ。ラーブラ、暗黒魔界の間抜け面が揃いも揃って。ダーブラ。こいつからは。すみません、トランクスさん。やつまで配下にして。ですが、まだ魔人ブーは。そうなんだよ。あと少しだけ増えも。そんなことさせません。やれやれ。ねえダーブラ、こいつ。そうですな、ブー復活の前座として我が…わかりました。ダーブラと戦ったダメージは魔人ブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせて、すぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだね。まずいぞ。逆に言えば、やります。魔人ブー復活を止めるにはそれしかない。ダーブラ相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いし、海王神様。では、君とは不測の事態に備えて。ははいいですね、トランクス。はい。バカなやつ。やっちゃえ。はすごい威圧感だ。だけど、地球はお前が絶対に許さない。やつの雰囲気が変わった。よくも海王神様を、そしてキビトさんを。やはりパワーが上がっている。どうなっているんだこれ。大丈夫なのかなあ。問題ありません。そろそろヤツも限界のはず。その隙をつきます。本当だろうな。お前が負けたら計画パーだからな。分かっております、お任せを。魔界の王の力はこんなものではない。あ、我が剣の切り味を存分に。やるこの手だ。雰囲気が変わったと思ったが、こけおどしか。所詮この暗黒魔界の王たる私の敵ではないのだ。乗れ。この私をここまでこけにするとは。これはキビトさんの恨み。とどめだ。神様が受けたり痛み。このパワーは一体どこから来るのだ。ダブラ、しっかりしろ。おのれ。なんだ、体が動かな。トランクスさん、今のうちにとどめよ。消えてなくなる。そんな世界の王となるこの僕が。よかった。これでまた世界が平和に。海王神様。そんな海王神様。こうして戦いは終わった。
海王神とキビトの尊い命を犠牲に。トランクスの戦いは終わった。